それでは今回もゼルダやっていきましょう。前回のあらすじ、ダイレクトマーケティング。そして今回は、パート7ではなく、パート 6.5 になります。理由は、動画時間が中途半端な感じになってしまったからです。つまりパート7から6が枠とバージョンが変わってる。ちなみにこの動画の撮ってる時点でのバージョンはかなり前のバージョンです。そして今はコログを追ってる。あ、下か。そしてそんなこと考えてる間にすでに DLC が発売されてるという。私は近いうちに買う予定です。もう11個ですか。お、焚き火が見える。誰かいるかもしれないので行ってみましょう。遠くに塔も見える。お、やっぱり誰かいましたね。やあ。迷ったっていうより立ち往生してるだけでは。おう。そのルテラー側というのは。ああ。泳いでいけないならブエストーまで迂回しないといけない。それってゾーラ族なら泳げるからまだしも、観光できた人にとってはかなりの苦行じゃないですかね。そしてここから北に見える塔のてっぺんから男性の声がするとの情報。これはぜひやってみたいですね。普通のマックスラディッシュ何気に初入手ですね。そしてここは何もない。あ、鹿だ。よっと。オロナイン、帰ろ。やったぜ。でもこいつはしばらくすると暴れ出す上、速度も遅いのであまり祈り物でもない。あ、遠くに祠が。ここから望遠鏡モードにできないようなので鹿とはここでお別れです。降りるときにジャンプするとスタイリッシュに降りられるぞ。塔に行く予定だったけど録画時間が心配だから後で行くってことでスタンプにしておきましょう。そして今回は前見逃した祠に行きます。ここでシーカーセンサー反応してるにもかかわらずセンサーオフにしてたため、祠を見逃してしまってました。すごい衝撃波が走った。あれ外れた。じゃあここなら壊せた。なんで外したのだろうか。敵はいないということは捨てられた基地かな。気になるし行ってみよう。宝箱発見。よっ。一つだけか。料理鍋発見。雨が降ってきた時などは火もまともに使えなくなるので壁になるのはいいですね。そして一般出現地中。ここから上に登れたりしないかな。あ、ギリギリ行けそう。ダメでした。これは破壊できないか。今祠がちらっと見えたのでここのアイテムを回収したらそこまで移動しましょう。よっ。なんとか上に登れました。おっと、鹿
下にも同じものがあるのでそれを使っていきましょう。完全新品。例の技を使って祠まで飛びたいと思います。ギタロックで止めてからハンマーでパワーを貯めて乗る。うおお、めっちゃスピード感が出て楽しいぜ。もう一度やりたいぜ。でも丸太くんが川に流されてしまったからここでお別れ。そして祠はこの上にあるわず。あった。今回は演出カットします。見切りの極意ってことはギタロック系かな。あ、なるほど。先に行きましょう。またに足しかけですね。あー、見切りの極意ってそういう感じですか。これはギタロックとは多分関係ないですね。それじゃあ次に進みましょう。え、お前落ちただろって。あれは落ちたんじゃなくて足場を引き寄せる裏技だ。いいね。そして多分ここでクリアでしょう。これはタイミングよく離れろってことですね。タイミングの調整が難しそうだ。一発で入ったわ。さて、あとは上に見える宝箱をどう回収するかですね。あ、ここでギタロックだ。離れる瞬間にギタロックで止めればあそこの宝箱まで行けるはず。今のちょっと危なかった。よし走るぞ。行けー、ほら行けー。行けた。ロゼアメキもやってたようなもんだしすぐわかった。そして中身は壁登りスピードアップの頭装備、便利なのが出ましたねー。そして速攻装備、後で強化しに行きましょう。戻っても宝箱とかなかったので証受け取るまでカット。これでやっと4つ揃った。それではかかりこ村に戻りましょう。カット。女神像に到着。今回はスタミナを増やします。それぐらい増えるのかな。お、何気にハートの器以外の器系アイテムって初めて見た気がする。あ、こんな感じか。いや、これは大きいかもしれない。ギリギリ登れない崖を登れるようになるわけだから。ということでスタミナ上限が 120% に増えました。20% 増えただけでも感覚がすごい変わった気分です。短いけど今回はここまで。次回から録画枠が変わります。ご視聴ありがとうございました。結局こいつスプリンティングじゃないか。うるせえ。